どうも、おはようございます。3月29日、朝6時17分の相場解説になります。昨日は良かったでしょ <laughs> ?125 円、あっという間に行きましたね。私ね、今日あたりが125円かと思っていたんですよ。だから昨日、18時で決済して、もう一回今日ね、エントリーのタイミングを狙ってですね、1円ぐらいの幅を取れるんじゃないかなと。それでフィニッシュかなと思ったんですけども、昨日1日で片付いちゃいましたね。 えー、ということで解説していこうかと思います昨日のことなんですけども、えー、とまずはここを越えてブレイクしましたそこで皆さんに120円まで躊躇なくいくようにお話したのがつい先日のことだったんですけども120円を達成したらねじゃあ落ち着いたじゃなくて今度125円までいくよっていうふうに立て続けに私申し上げましたねそれはもう今まで散々から申し上げてきたのでなんでってことはもう言いません結果的に125円にに円行った時に ヒゲのこととをずっと繰り返し話し話てましたよね今回もヒゲ出たでしょだからえっ、ー、とねここで一発ここで一発125円をターゲットにしていたエントリーが全て解放されたのがここだったんですよでそれはもう今まで昨日おとといと話したから分かりますよね、はい、ですんで今123円761というまあ言ってみればねまた曖昧な表現ですけども 適正価格に落ち着いててるってことですだから125円っていうのはあの結局ね何が起きたかっていうとり上り調子のトレンドを見て初心者の方がねこの辺で買いすぎてるんですよ少額ならいいんですよ身の丈に合った額ならでも買いすぎた初心者の方っていうね最悪な方がねこの辺でロスカットを食らって資金を失ってますね <laughs> だからこれね 本当、そういう人がいなかったら、124円ぐらいで落ち着いてるんですよ。それが123円まで食い込んで反転したってことは、ロスカットを食らってしまった、髭の途中で買いエントリーした人の悲惨さがあるんですよ。で、私は、買いのポジションはもっと前に立てて、あと待っておくだけってことを話しました。リスクリワードのこと言いましたよね。そう考えたら、こんなところで入るわけないんですよ。<laughs> ね。もっと言ったら、ここでも入りませんよ。 えっと、ここで入りません。黄色で来ますけど。この辺ではもう入りませんよ。遅いんで手遅れなんですよ。だからここで入っちゃうのは、あまりにもちょっとね、初心者ということです。もちろん初心者の方は、こういうところで入っちゃうから初心者なんですけどもね。うん、いいっすかね。じゃあ次、4時間いきますよ。4時間。はい、4時間です。よくわかるでしょ基本的には、ヒゲっていうのは、かなり先行して、 125円を狙って、狙っていた人の利益確定です。それから、実体の黒っていうのはすでにロスカットを食らった、出遅れた高値掴みのエントリーが入ってますよ。で、その両方がなくなるから、この123円の758ぐらいに、落ち着いて、ボラティリティ上下が収まっているってことなんですよ。わかりますわかってくださいね。じゃあ次1時間見ますよ。さらに1時間行きましょうか。ね。 ロスカットトを食らった人ののの死体の列がこのチャートで見えますか見えないですよね。ここで。で、この辺は落ち着いてボラティリティが解放されてきたところです。つまりは、かなり前から倍で入ってきた人の利益確定が終わって、ものすごく遅れた高値掴みの人のロスカットが終わって、そして割と今ね、資金を 新たにポジション立てて入れ始めた人のセルとバイが交錯しているのがここですよ。123の761を中心とする一定の価格帯だってことです。ですんでしばらく様子を見ましょう。様子の見方をこれからお話しします。まずここに線を引いてください。バイで基本的には行くんですけどもしばらく様子を見た時にこの 線がここを超えるようならもう一回ブレイクアウトしても構いません。大きく上に伸びます。全時間軸はまだ上の方に向かってますからね。で、次はここに当たって跳ね返って下に行くと何が起きるかっていうと、だんだんボラティリティを弱めて、いずれブレイクダウンっていう流れに入っていきます。これが第2番目の仮説。今日言えるのはそんなところですね。第3仮説ってのはあるんですけども、こう下に落ちちゃうってやつね。今日は第2仮説までにしときましょう。 はい、じゃあ「学び容器」1週間を送ってくださいありがとうございました